はい、よろしいです。今回、兵庫県加西市にある、フラワーセンターに来ております。ちょっとね、春いうことで、春といえば桜やったんですけども、まあ、他にもね、いろんな花が咲いてるんじゃないかなと思って、加西市の方に来ています。チューリップがね、今日展示されていることなんで、ちょっと見に行ってみたいなと思います。とりあえず、入園料を払います。あ、おはようございます。カード何かございませんか？あ、ないですね。ないですか？はい。そしたら左の券売機開いております。500円になります。はい。500円ですね。ランプがつきました。はい。ごゆっくりどうぞ。はい、ありがとうございます。パンフレットよかったらお取りください。はい。お、結構綺麗ね。もうちょっと天気が良ければね、いいんですけどね。今日はね、チョメと来たかったんですけどね、今日はチョメがね、ちょっとお休みということで、私一人で GoPro とカメラを持って巡回してますね。両手が塞がってるので大変なんですね。入園料500円でこうやってね、花を見れるっていいもんですよ。綺麗な赤色の花が咲いてますね。こういうベンチで座ってカップルがラブラブするんですね。まあ心がピュアなお嬢さん、お姉さん、そして心温かいお母さん、入園料500円払ってさらなる美を追求されてみてはいかがですか。基本 G は田んぼのあぜに咲いてるレンゲとかタンポポしか基本あまり見ないんでね、花の種類とか言われても、じいは昔フラワーセンターにハボタンを植えに来たことがありますね。健康的な感じですね。いろんな種類のチューリップが咲いてますね。まあ、こういうのが綺麗ってね、思える大人になってくださいね。昨日ね、ちょっと思ったんですけどね、前回のあの公園の SL 編なんですけども、まあ、チョメの頭押していこう推進委員会の私としましては、まあ、年とともにね、ちょっと頭が薄くなってくるっていうのもね、あるんですけど、まあ、チョメ自体がね、基本心はちょっと穏やかな人間なんでね、まあ、いろんなストレスとかがあって抜けていったんかなって思ったりもしたんですけども、まあ、そういう心がね、感情豊かな人がね、そういう風になるのかなってしみじみ思いますね。なかなか一人で日本一人でありますな。名前まで映しとったらもうキリがないんで、このまま行きます。
人でこう撮影しながら本当撮るの難しいね。趣味のありがたみがよくわかりますね。もう春休みも終わってね、もう学校も始まって、まあ、皆さん進級されてね、新しい出発ですね。行けた桜もね舞い散りながら、この美的な空間を味わってみてはどうですか。ええ匂いしますわ、チューリップ。座って、お、またあ、いやいや、今来たところ、うん、とかいうね、ちょっとラブコメディみたいなねことをしてみたり してみーのですね、お孫さん連れてる方はやっぱりおっちゃんのテンションがかなり上がってますね。なんかにつけさせたいですね、この木。まあね、この前ね、まあその押し入れ編、まあ公園編ですね、まあ撮影終わった後なんですけど、まあちょっといろいろね撮りたい動画はあるんですけどね、なんか撮りたいもんあるかって聞いたんですけど、そしたらゼロさん、餃子の食べ比べしませんか。いやいや、負けるし、先に寝とるし、もう食い物のことしか出てこないんですね。ただね、企画を頼んだ僕が間違ってましたね。残業みたいですね、この出方。途切れることなくちょろちょろ、まあ残業噴水とでも名付けます。だいぶ上がりますね。 G も若い時はこれほど出てましたね。何が出とったんですかね。あ、ここの池はボートも漕げるん違います。デートスポットですよ。なんか子供の頃に来た時って言ったら何もかもが大きく見えるんですけど、大人になってみると一つ一つのことが小さく感じますね。展示館ほとんど、ちょっと見てみます。撮影って大丈夫です。大丈夫ですか。はい。あ、はい、すいません。はい、はい。あ、すいません。あ、で、あ、こっち、ちょっと警備の方がまだ早いと、ちょっと感じのされますね。寝室記録の回転維持、ウェブあなたのハートを盗みに行くかもよ、なんて
行ってみたいしの。すいません、ありがとうございます。あの、うん、年中何か展示されてますね。しだれ桜、すいません、花のことよくわからない。とりあえず綺麗ですね。様方がやっぱりずっと永遠に喋り続けながら歩いてますね。結構体力ありますね。まあ、ここに至るまでかなり苦労されてきたんですよね。だから今があるんですよね。ということで、本日兵庫県加西市のフラワーセンターにお邪魔させていただいたんですけど、では皆さん、またいつか月下の淡い光の下でお会いしましょう。では本日もありがとうございました。